ウィル創刊号、本日司会進行を務めさせていただきます進藤香奈です。白川です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで次のトピックはレジ袋に関してですね、はいはい、レジ袋はなんか小泉進次郎氏が割とこうね、こう派手にプロパガンダしてやりましたけれども、はい、アンケートを取ると結構反対派がもう大勢を占めるという状態です、うんうん、はい。それでですね、実はこのレジ袋、小泉進次郎氏の責任だと我々はずっと言ってきたんですが、はい、本人がですね、ネット番組で、はい、カンニングの竹山さんの番組だそうですが、はい、ここでですね否定してるんですよ、はい、ちょっと読んでいただいていいですか。はい、私が完全にレジ袋有料化したってなってますよね。フェイクニュースってこう根付くんだと。私が大臣になる前に経産大臣、環境大臣で決めたことなら、その中でいかに前向きに進めるか。そうなんですよ。要するに自分のせいだっていうのはフェイクニュースだって反論したんですよね。フェイクニュースってあれだけ大々的に、ね、はい、本人がやっときながら、うん、フェイクニュースの意味をご存知なのかなっていうふうにちょっとすら疑問に思いましたけど。そうなんですよね、はい、うん、これね、まあ、考え方なんだけどね、はい、導入したのは確かに財務大臣とか厚労大臣とか農林大臣とか経産大臣みたいな割とお依頼さんで決めてはいるんですよ、はい、ただ推進したのはあくまで環境大臣、前の環境大臣の原田さんなんですが、はい、これ小泉さんって原田さんが決めたとは一言も言ってないですよね。導入時にですよね、うん、つまり自分の手柄にしてたじゃんってことなんですよ、はい、でこれは受けるぞって思って自分の手柄ではと言ってて、受けなかったら俺のせいじゃないって言い始めてるから、はい、これねちょっとね情けないと思うんですよね。こんな女子がいたら嫌だという感じですよねまさにそうですね、はい。で私はもうこの人はこれをきっかけにもう環境問題の言う日本のグレタ・トゥーンベリーになろうとしてたと、はい、してたと思うんですよ。なるほど、うん、これでね、有料化は実は環境にプラスならない、プラスにはならないって本人が認めている発言ありまして、はい、これ読んでください、はい、不便極まりないのは申し訳ないなと。レジ袋を全部なくしたところでプラスチックごみの問題は解決しません。それが目的ではありません。この有料化をきっかけに、なぜプラスチック素材が世界中の問題となって取り組まれているのか、そこに問題意識を持って一人一人が始められる行動につなげてもらいたい。ぜひご理解いただけるように引き続き努力をしたい。はい、これね、だからと、まあ、本人も分かってるんですよ。要するに、レジ袋ってそんな環境悪化にこうマイナス、うん、プラスになっているものではなくて、はい、割とそのね、捨てるような素材を、ね、うまく再利用して作ってるもんだから、はい、むしろその環境にはまあ、プラスにはなるとまでは言えないけど、はい、マイナスにならないんですよね、はい、それをあえて有料化したっていうと、要するに意識を変えろっていう根性論なんですよ、うん、なんだかちょっと現実離れしたようなお話ですよね。でね、彼らの、はい、これはもうはっきり言いますけど、彼らの意図っていうのは、はい、これをもって、まあ、要するにね、 CO2 を排出した人間は金を払えと。なるほど。そうそう、先々何が待ってるか、はい、環境税ですよ、はい、炭素税が待ってるんですよ、うんうんうん、そうすると新しい税金というのができたら、そこにいっぱい利権がくっつくんですよね、はい、で彼はね、ちょっと太陽光パネルに関して、ね、利権の疑惑がありますから、はい、そういうのを勘案すると、どうもそっちにつなげるためにこのレジ袋の話を利用しようとしたんじゃないのと、はい、自身の利権のためにレジ袋を有料化し、うん、我々に不便を強いていらっしゃったという、うん、まあ、ヨーロッパリベラルの目標って環境税というのを使って、はい、まあ人儲けしようってことなんですよ、簡単に言っちゃうとね、はい、極論言うと。だから彼も加担してんじゃないですか、そのヨーロッパリベラル的思考に、うん、そうです、うんうん、だって彼日本人じゃないもん、思考が少しね、うん、だって環境問題セクシーにやりたいっていう日本じゃいませんから、うん、そんな発言もありましたね、はい、セクシーに、はい、うん、発想がね日本じゃないんですよね、うん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 、でなんか日本を太陽光パネルで埋め尽くしたいとかいうね、
その美的センスのなさってちょっと日本人的じゃないじゃん。そうですね、うん、見尽くすことに対しては美的センスはないとはっきり思います。でしょ、はい、だからねどうもね彼はあの日本が嫌いなんじゃないかなって気がするんだよな。なるほど。なんとなくね、はい、でこの太陽光パネルの方なんですけども、はい、どうも彼が太陽光パネルを推進するにあたって、まあ、横浜にあるそのそういう太陽光関係の会社とお父さんの純一郎氏がかなり懇意であると。で、うん、銀行なんかも紹介したことがあって、 しかもですね、はい、俳優の、あ、まあ、息子さんですよね、同じ孝、はい、太郎さんが CM に出てるんですよ。怪しいでしょ。中が大変におよろしい様子ですね、うん、で太陽光パネルなんか、ね、設置義務化したらここ多分大儲けですよ。なんかね善意っていうかね、本当義務感でやってんのかなこの人はっていうね。まあ親父の言いなりなんじゃないか疑惑ですよ、うん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 、はっきり言っちゃうと、うん、本当にちょっと情けないのではないかと、うん、だからねもう政治家としての芯がないから、うん、でファッションとして環境問題やってるからね、かっこいいから、うん、トレンドだからね、セクシーですからね、うん、だからダメなんですよいろんな意味で、うん、で彼はね有料化はもう突っぱねてやるべきだったんですよ。だからこんな言い訳しないでね、フェイクニュースとか言わないで、はい、僕は確信を持ってこれやってると、でそれを、ね、あの意識を根付かせることが大事だと思ってるんだって、はい、それが日本のためになるんだってきっぱり言わなきゃいけなかった、どんな批判浴びてもおもねったでしょ、はい、うん、で結局なんかスプーンのプラスチックのやつも金取ろうとかね、なんか図に乗ってたじゃないですか、はい、むしろ、うん、だから彼はもう政治家として向いてないということが言えるんじゃないかなと思います、うん、そうですね、せっかくこう自分で言い始めたことには一貫性を持ってやってほしいですよね。そうですね、はい、でこれねあの、まあ、ついでなんですけど横須賀市彼の地元ですよね、はい、実はですね石炭火力発電所の建設が進んでおりまして、はい、反対運動も起こってるんですよ、はい、で当然彼は太陽光パネル再エネの推進者だから反対運動家の人たちは進次郎氏に会って話したいわけですよ。そうですよね、拒否、はい、拒否会わない。 CO2 を削減したいとおっしゃってる方が火力発電の反対運動の方と、うん、会わない、会いもしない、うん、つまりどうもこう地元で火力発電所をこう、ね、作るっていうのはもう話ついてることだから、はい、これは触らないでおこうと、触らぬ神にたたりなしという立場で、うんうん、お前の信念どこ行ったんだって感じなんですよ。本当ですね、うん、ここまで国民に不便を強いてでも根付かせたいというご意思があったようなのに、うん、どこでそんな変わってしまったのか。いや要するにねやっぱりね単なるファッションとしてやってるから、はい、こういう微妙な話って彼は口出しできないんですよね。反対運動家もしねこれもう建設止められないとしても反対運動家の話を聞くべきですよ政治家としても、うん、はい、うん、それでまあ聞いて罵声を浴びるべきですよ、うんうんうん、だって政治ってそういうもんだから、うん、から絶対やんないからねそういう汚れたこと汚れ仕事は。なるほど、うん、かっこいいこと聞こえがいいことは進んでやられる、うん、そうですね、だからダメなんですよ、うん、小泉進次郎という政治家は、うん、だからもう政治家本当ねこのまま続けてほしくないなと思ってるぐらいなんだけれども地元ではすごい人気でしてそうなんですか、はい、一切地元帰らなくてもまあ当選決まってるんですよね、はい、うん、このシステムってなんとかならんのかなと思うんですが、まあ、どうしようもないですね、うん、地元で支持されてんだから。そうですよね、選挙区で支持されていたら、はい、そうなんですよ。でもこれね小泉進次郎という人はこれから先まだ生き残って若いですしね、イケメンで人気もあるしね、うん、首相になる可能性まだまだありますから、はい、我々は落ちて阻止、体を張って阻止しないといけないなと。こんな人間が首相になったら日本壊れますよ。ちょっとねご自身で進められた政策を、うん、あの受けが悪かった瞬間に自分の責任じゃないっていうのは、うん、ちょっとそんな方がトップであったら悲しい日本になってしまいそうだなというふうに思います。そうですね、で結局彼があの環境大臣に任命されたっていう裏にはね、はい、やっぱりその原発問題ってあるんですよ。でまあ、処理水をね海洋放出するというのも地元の了解取るとかそういう仕事もやってほしかったはずなんですよ菅首相は、はい、何もやらなかったもんね
確かにセクシーにレジ袋を有料化された以外に何をされたのかというね、はい、あの余計な 46% 削減ですよね。あの浮かんできたっていう46。確かにあのもうね、うん、インターネットでは散々ネタというか面白い、はい、面白い発言として定着してしまった浮かんできた数字という。そうですね、46ありましたね、はい、だから小泉さんというのはもう保守派には完全にこう愛想をつかされてます、はい、ただこの人を持ち上げる勢力というのはまだまだいますから、うん、強いですからね。まあはっきり言うけど、あの中国共産党の機関紙なんかではこの人が首相になってほしいみたいな一文がありますから。そうなんですか、うん、やっぱ中国はこの人首相になってほしいんですよね、どうもね。うん、うん、まあ、調べて、あこいつは使えると思ったのかな、分からないですけどね、うん、詳しいことは、うん、ただそういう勢力いますから、もう注意していきましょう。そうですね、あのお話いただいてありがとうございました。ありがとうございました。